なんかね、はい、嵐の前の静けさのような感じがしてるんだよね。まあ、ある人から見ると何言ってんだよって思うかもしれないけど、散々俺たちいろんなとこ行ってるじゃん、はい、でなんか素直にそう思うんだよね、うん、なんか大げさな表現とかではなくて。いや、わかります、うん、心情的にはもう僕は行きたくてしょうがない感じがしてるんですけど、もうその鳥居の左正面右側のちょっと奥にですね、はい、ちょっとか、なんか真っ白い影があったので、うん、はい、もうすでにお迎えが来ました。行きましょうか。はい、はい、入りますね。はい、失礼します。ここに、おー、うん、どうしました？はい、多いですね。え、何が？お迎えみたいな。おー、形は全然気に求めないような存在。へー、稲荷はそんなに相性悪くないんですが、はい、頭痛がしますね。頭痛がしますか？はい、珍しいですね、安倍さん頭痛くなるの。そうですね、なんか最近なかった気がするな。ないですね、あんまり稲荷は相性悪くないんですが、うん、急に入ってきました。入ってきました、急に、うん、なんかこう魔界の世界に入ってきた、うん、入ってたんですけど、分かる気がする。神域に入ったような気がします、うん、急に。山一つ丸々かもしれないですね。なんだこれ。あ、崩れてるのか、はい、あ、こっちだ、鳥居がある。あ、鳥居がまた崩れてますね。崩れてますね、結構。わ、でっかいお稲荷さん。あ、本当だ、うわ、両脇に。あの、かなり怒ってますね。怒ってる？かなり怒ってる。何しに来たんだって。いや、あのですね、ゴミ多いでしょ。あ、だから人間嫌ってますね、どうしますか、こっから。うん、ちょっと一回行ってみていい？はい、ちょっと気が済むところまで。気が済むところっていうか、うん、ちょっと行ってみます。気をつけて。何はともあれ、うん、とにかく気をつけて、はい、人間嫌いなんで。こちらの感じ、失礼します、お邪魔します。両脇竹林だ。こっちだ、まっすぐに伸びてるんだけど、こっちにも鳥居がありますね。見えますね。うわ、不気味だな。でもここは稲荷大名氏。失礼します。うわ、失礼します。
どいだ。あ、結構ここが腐ってますね。崩れ落ちてる、抜け落ちてます。これはひどい。失礼します。この先行ってみましょうか。また鳥居が見えてきましたね。入れないのかな。ロープがありますけれども、わあ、ああ、ここ怖いな。ちょっと一回戻ります。ここちょっと恐ろしい感じがする。これまっすぐ行って左手にまず一つ鳥居があって、くぐると、荒れ果てた神棚があるスペースがあって、でこれずっとまっすぐ行くともう一つあるんですけど、でもそれトン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 と階段行くと、こうロープが張ってあるんですけど、ロープのところから見たら僕そこ行けませんでした。怖くて。一つ目荒れ果てて結構見た目インパクトなんだけど、そこは近くまでこう撮影したんだけど、もう一つの方のロープから先は行けない。トイレの奥ってことは、うん、トイレの奥っていうか、もう一つの鳥居をくぐった先は行けなかったです。分かんない、入れない、うん、分からないです。でまず行ってみますか、みんなで。原さんが進めなかったところまでは行きます、うん、そうしましょうか、はいはい、じゃ失礼します。うわ、これやばいわ。いや、俺意味が分かんないんですよ。なんか進めない意味が。たたり紙になってるんだと思います。あ、ここが行くと、あの荒れ果てた神棚、はい、うん、ちょっと阿部さん行ってみてください。阿部さんとかあのカメラも一緒に見てきて。ここ俺行けたんだけどでもやばい感じがする、荒れ方が。うわ、うわすごい。いや、これはすごいな。かなり。前、すごい立派なんですよ。こう、金14万円かな。これ、あれですよ。はい、寄贈した、だから総額相当の人がこう建ててるんで、もともとは相当信仰されてた。お稲荷さんだと思います。お稲荷さん曰くここは結構すごい場所だと思います。そうですね、もう捨てられてしまったんで怒ってるんですね。うん、お願いします。ちょっと癒し路地とか、あ、こっちはですね、元は癒し路地だったはずです。でも今汚れ地って木が枯れるというので汚れてるんですね、うん、なんでもともとすごい信仰が厚いところだったものが、うん、やめたってこう嫌がっちゃうわけですよ。はあ、で残されちゃって、うん、いるので、それでも神様が怒っちゃってるっていう。残されたことに腹が立ってる、うん、残されて、まあ、例えばこう全部御霊を抜いて宝にするんだったら、はい、うん、お怒りにはならないんでしょうけど、うん、そのままにして
御利益だけ取って、うん、まあ、いつの間にかいなくなっちゃうっていうので、で残されちゃう、うんうん、そういったことで怒りは感じてるはずです。怒りっていうか憎しみに近いかもしれないですね。あ、怒りとは単純にバーッと怒るだけなんですけど、うん、人間なんか嫌いだっていうのは憎しみの方になるので。なるほど。で結構ゴミ多いでしょう、やっぱ心霊スポットだと、うん、こういったのも本当に嫌がられるんで、うん、ガレッジ元はでもパワースポットだったと思います。元はそうでしょうね、うんうん、でここなんですね。トイレがこちらにある、はい、あ、ここやばいですね。ちょっとこれきついですね。でこれロープがあるでしょ。はい、ここまでしか行けなかったの。いや、ライト壊れちゃいました。新品だけど。本当に？はい。やった。だから、ここは今、ちょっと阿部さん一人で、そのロープを見たりで何が見えるかを教えてもらって。あ、大丈夫です。お願いします。失礼します。で今、階段を登っています。原田さんがこちらから先が行けなかったというところです。今ですね、森さんいらっしゃるでしょうか。僕の左の腰を写真撮ってください。左半身です。特に自分、俺を写してください。左半身、はい、掴まれてます。掴まれてる？掴まれてます。神棚が、大きい神棚があるんですね。鈴があります、はい、入るなと書いてますね。荒れないようにだと思います。でお化けというよりは神様ですね。神霊です。はい、すいません、いかがでした？ですね、お化けというよりも、はい、うん、神様がそのまままだ御霊が残った状態でいて、はい、御霊抜きがされてないっていう状況です。写真あります。グッと突っ込まれるんですよ。あ、グッと左の腰ですね。ここすごいですね、これ、うん、カオスね。カオ、のぺーとしたカオスね。カオ、うん、カオスね、完全に。あ、かなり大きいカオスね。大きいですね、うん、じゃあここで一人検証しましょうか。ここまで、ここで一人検証はいいと思う、うん、ロープの前で、うん、ロープの前で、うん、じゃあ俺ここやるから、はい、もう一つはまた誰かやろうか。完全に今一人の状態です。奥に階段っぽいのがあるんだよな。なぜかこの建物の奥に。階段じゃないのかな。2階があるわけじゃないのにな。なんで見えないんだろうな。見たいと思ってるからかな。怖さはあるんだけど見たいんだよな。考えてみたら変だよね。普通怖かったら見たくないってなるんだけど見たいんだよね。不思議だよな、今更ながらこの感覚。映ってくんないかな。映ってくれさえすればいいんだけどな。俺が見たい気持ちはひとまず置いといて。原田さん、どうでしょうか。今のところ異常なしです。先ほど感じた恐怖感というのはありますか。先ほどの心境とはまた変わってきてますね。
どんな心境でしょうか。恐怖を感じているのに霊が見たいというこの感覚って不思議だなっていうのを一人で分吐露してました。隣にいますね。原田さん窓なりにいます。声が原田さんの声がだいぶ変わってるので、原田さん窓なりにいます。窓なり？でもね見えないんですよ。くっつくんですね。人にペタッとくっつくやつです。俺のやつもそうです。あの正面にいたすこの周囲者なの、うん、なんか音すんな。気配感じますね。少し普通にホーミーやってみてください。あのホーミーってあるじゃないですか、はい、あれはですねどうやらですね昔のそのほんと言葉だったらしいんですよ。うん、歌い方ウィーンっていうのが、うんうん、ありがとうございます。ちょっと検証引き続きお願いします。乗ってくるか何か触ってくるなどするはずです。ありがとうございます。待ちましょうか。研ぎ澄まして。感じますね後ろに。うん、その後ホーミーの後どうでしょうか。気配は変わりましたか。すごい感じました。今カメラ向いてるんですけど背中にすごい感じてます。うん、迎えに行きます。はい、行きましょう。いますね、うん、真後ろにいる。もう立てます。ホーミーやってからですね。ああ、うん、実に不思議な感覚なんだけど、はい、初めて来た時と全然変わってくんだよね。ああ、うん、やっぱりその雨音が邪魔になってくるんだけど、なんか音を聞こうとしてるから、うん、でもそれじゃないんだよね。一瞬ふっとここかに入るってのはあれだけど、そうで安倍さんからメッセージが来てからなんかふっと気持ちが切り替わって集中したらなんかそういったものを、これも気のせいかもしれないけど気配を感じるっていう、まあ、言った通りなんですけどね。レシーバーで聞いたときに隣に、はい、まあ、隣に人がいるなっていうのが分かったので、うん、人っていうかまあ何か存在があるというか、はいはい、ただ頭が痛くなったり何かが痛くなったりってことはなかったです、うん、気持ち悪い感じは、うん、一瞬気持ち悪いなと思ったんだけどラブさんに言われてからかな、また違うゾーンに入ったっていう感じです。多分俺が感じた瞬、俺が言ったからって俺が感じた瞬間に、まあ、いるから俺が感じたってことだと思いますけど、なるほど、うん。
参ります。一人検証じゃんけんぽい、はい、はい、こうでしょ。一人検証じゃんけんぽい。あ、強いな、やっぱり強いな、強いな。天野さんって一回見ました？はい、一回見ました。中見ました。ああ、確認しましたね。そこよりも台所の隣に台所なんですね。あ、いや、思ってたんですよ。あっちの奥は行きたくないなと思ってました。そうですね、うん、この前、この手前ぐらい、うん、では、いってらっしゃい。はい、お願いします。行ってきます。山の一人検証行きます。原田さんはこっちはスルーだった方ですが、見てください、ご覧の通り明らかに異様な光景です。床が抜けている敷地なので、中には入りませんが、カビ臭いですね。カビの香りがして、奥には ここにもたくさんのお稲荷さんがいらっしゃいます。ただ割とよく見ると綺麗ですね。大切にされていたんだろうなという感じがしましたね。大きな音、竹が割れるような音がしました。遠くの方で実際竹が割れたのかもしれません。おお、どうすんだよな。今日は雨が降ってるので、すごいちょっと音を聞き分けづらいんですが、さっき竹が割れる音、竹が割れるような音が遠くで聞こえたんですが、今は明らかに僕の背後で音がしたんで、ちょっとびっくりしました。何の音だったんでしょう。あ、ただ。ちょっとそっち側の勝手口がありますね。何か嫌な感じがしています。何かが取れるかもしれません。僕自身もこの先の台所、何か嫌な感じがしています。ここだ。おお。大丈夫ですか、天野さん。今水場に行ったら大きなコウモリが飛んでたんですけど、ちょっと声出しちゃいましたな。コウモリでした。場所自体はです。やっぱりなんか隙間悪いとか、なんか不思議が多いというような場所ではなく、おそらく立派な神社だったんじゃないかなと。いろんな人が寄贈している様子も見ると、きっと愛された場所だったんじゃないかなという印象が受けます。悪霊とかだったら、もっとなんか鳥肌がバーって立ったり、頭が痛くなったりしても良さそうな感じだったんだけど、初めての感覚っていうのかな、初めて、もう阿部さんに言われたから、それを
自分が意識したって言ったらそうかもしれないんだけど、でも俺ここにカメラがあるとしたらこういうもう真正面でもう本当にあの見たいとか見たくないとか怖いとか怖くないとかっていう 無に近い感じっていうのかな、何も考えないようにしてたわけ。いるのかなと、どんなのがいるのかなっていうのじゃなくて、もうただここただここにいるっていう。そしてやっぱりここら辺で、ここら辺で俺の真後ろで、うん、気配がするって言ったのはそういう感じなんですよ。死んだ人の霊とかそういうものじゃないかもしれない。分かんない、あの感覚なんか初めてだったな。ちょっとやっぱシカタカオオカミ的なところあるんですね。そうですね、そうですね、うん、スピリチュアルな感じがする、うん、天野さんを迎えに行きます。あ、ここにいたんだ。はい、どうだった？嫌な感じは僕はなくて、うん、ちゃんとした忍者だったそう、安倍さんの見解まさにそれで、その要するに取りくぐるときに必ずうちらって頭下げるじゃん。それが認められたっていうか、うん、何回もやるじゃないですか、俺ら出たり入ったりのたびに、はい、そういうのでちょっとこう肝試しだけの人たちじゃないっていうのを分かっていただいたみたいです。光が静まった、あ、静まっていただけた、はいはい、なるほどなるほど、多分ね、そういうことか、うん、なんか腑に落ちました、うん、多分一人だったらすぐ、もしそういう悪いものだったら襲いかかってくると思うんだよね、うん、あ、確かに、うん、みんなの見解が今日も一致します、ね、そうだね、そういうことだと思う、うんうんうん、で、さっき山野君やってる時に、まあ、ちょっと話したんだけど、初めての心境になったのよ。はいはいはい、うん、で、阿部さんにその隣にいますよって言われてから意識し、どうやって意識したらいいのかなって、それまでやっぱりその今までのように、まあ、下世話な幽霊が見たいとかカメラに映ってくださいっていうような気持ちでいたんだよね、当然なんだけど、いるって言われた瞬間に、あ、いたらいいな、それを感じられたらいいな、でカメラとの距離が近かったから、俺その時までカメラがここにあったらちょっとこうずれてこうやって映していたわけよ、そうそう、俺の背後、うん、でもいますよって言われた瞬間に、まあ、カメラが移動できないっていうことで、俺が真ん中に来て、ずっとこういう体勢でいたんだけど、もう本当に その時から、見たいとか、映ってほしいっていう気持ちがこう、一瞬ね、スッとこうね、フェードアウトしたの。気持ちが。そしたら、なんか後ろに感じたんだよね。うん、気配を。まあ、ちょっと違うゾーンに入ったっていうか、まあ、あの心境初めてだったの。うん、今までのその横島な感じがない、うんうん、このゾーンを行くと自分が追い求めているところに行けそうだなっていう予感みたいなものが収穫でしたね、はい、うん、だから一方通行のものじゃないのかもしれないですね。そうだね、うんうん、まさにそうかもしれない、うんうん、で最初のすごい恐怖を感じたっていうのはやっぱり阿部さんが言った通り、なんか勝手に怒られてるっていうのをキャッチしちゃったのかもしれない。だから いられないっていうか、怒ってるとはその時分かんなかったけど、あの怖さっての理由ってそれだったんじゃないかなって、後で思うとそうだったような気がするよね。確かに、天野くんがいた場所も俺がいた場所も、ああやって結構ボロボロな、はい、うん、なんかああいう感じにはなってるけど、でもこの場所自体本当にすごい力のある場所かもしれないね、うんうん、まあ、だからこそこういうお社を建てたんだろうなって、ね、はいはい、まああいうふうにやっぱり荒れてるとさ、心霊スポットっぽいけど、そう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 、それは違うと思う。あ、同じ感想でした、うん、ね、うん、なんか僕ら
それぞれ一人検証して同じ感想を持ったっていうのはきっとなんか意味あるんでしょうね。そういうことなんだろうなって、だってあんな場所多分天野くんだったら一発でなんかさ、やばいゾーンに入っちゃいそうだけど、全然違うもんね今日。全然なんか、むしろ初めは恐怖だったですけど、それが晴れてく感じだったんで、なんか対話をしたのかもしれないですね、僕ら、受け入れられたんだと思います。受け入れられたっていうことですね、飲まれたっていうのも受け入れていただいたんで、なんかいい検証だったんじゃないでしょうか。面白い検証でしたね。ありがとうございました、非常に有意義でしたね。そうだね、ですね、